からさ、何回も言ってんじゃん、見ればわかるってね。今どうやんのとか言ってもしょうがないんで、こっからやるんだから、見てりゃわかるっつって。マロンちゃん爆投げー、よしよし、かわいいかわいい、ほんとガチャ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 うるさいよね。マロンちゃん爆投げー、よしよし、かわいいかわいいかわいい、マロンちゃん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 爆投げー、よしよしよ、かんべらだろ、マロンちゃん爆投げ、よし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 、うわっしょ、よーし、マロンちゃん、オッケー。え？さすがだわ、マロンちゃん。ね？こんな企画とかね、企画にみんな投げてるわけじゃないかな。ちょっと待って、ラグがすげえな、マジで今日。ちょっと一回抜くね、またね。ラグりすぎ。ちょっとあれだね、熱さまシートやってみようかな。これ大丈夫かな。ちょっと待ってね、今お熱を。で、何を書くかにもよるんだけど、ね、まずは練習で可愛いの、簡単なピカチュウとか書きやすいよ、多分ね。何でも書けんで、絵だったらね。簡単なやつからスタートして、まあ、アンパンマンとか書きやすいよね。アンパンマンとか。で、結局、ホットケーキミックスをボトルに入れて、絵を描いてくるんで、こうね。あ、もういいや、やろう。やります。オリーブオイルを入れるって書いてあんねん。オリーブオイル。え？使うのは何？ホットケーキミックスだけなの？一応ホイップとかも用意したけど。まあ、これでいいかな。牛乳。油はサラダ油でもいける？何、油を入れなきゃいけないの？え？あ、焼くときの話ね。え、でもここにオリーブオイルを入れて混ぜ合わせますって書いてあるけど、まあ大丈夫かな、入れなくてもね。大丈夫？もうこれカロリー低いね、見て。700キロと、ちょっと待って、こっちのモードにしよう、今日。700キロカロリーだったよ。あ、300、ん？ 300 グラムな。普通のホットケーキミックスじゃないから入れた方がいい？え、じゃあ普通のホットケーキミックス使う？あるけど。これじゃなくて、別のやつもあるけど。いや、普通のあるよ。
ごめん、なかった。この間使っちゃったんだ。いや、これでいいよね。これ通りに作ってっか。オリーブオイル、絞り出せとか言って、ちょっとこれちゃんと測った方がいいかな、分量ね。いや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 、なんか失敗したくないもん、絶対失敗しそうじゃない、今日。アート的な要素も入ってるからね、なんか失敗する確率高そうだよね。な、ここに、1枚分だからもうこれ全部入れちゃえばいいんだね。結構使うもんね、何枚か作るから。ね。1枚分って書いてあるけど、何枚も作るからね。じゃあ、大きいやつを1枚作るんじゃなくて、そのキャラクターにかたどったものを作っていくんでね。だこういうのに絵を描くわけじゃなくて、こう、なんつうのかな。もう見ればわかるよ。説明しづらい。すんげえね、説明しづらいのよ。見ればわかるって感じ？うわー！すごい、ケムケム。そう、焼きながら絵を描いて埋めていく感じなんでね。これホットケーキミックス。ケムケム。これ今2枚分入れたでしょ？そうそう、最初は枠を変えてってね。そうそう、だからこっちももう一個作っとこうかな、2個分ね。いや、今日は食べるのがメインじゃないかね。アート作品を作るのがメインだからね。だから食べない、ほぼ食べない、ほぼ食べない。もったいないっつってもね、関係ない、そういうのね。アート作品を作るんだから。ほら、アート。な、これキャンパスに描いてる、キャンパスを捨てるのと一緒よ。絵を描いたら、ノートを捨てるみたいなね。いや、最悪じゃなくて、趣旨が違うの、趣旨が。趣旨、今日アート作品を作るっていう趣旨なのね。食べ物を作るんでないの。絵を描くとかね、そういう問題なのね。美味しいもの、料理配信じゃないの、今日ね。アート。創作、創作。いいよ、じゃあこれだけでいく？じゃあ絶対足りないって言うよ。絶対足りないってなるよ、あとあと。いいの？で、また時間稼ぎとかね、あとでめんどくさいとか、早くしろとか言う。絶対言わないでよ。ねえ。何十枚も今日焼いてくるんだから、絶対言わないね。約束だよ。ほんとに？めっ！じゃあこれは、じゃあ保存しとくね。じゃあここに、
本品 50g で、これ何？50g？ これ150が2袋って書いてあるけど。50g の分量になってるね。300g ってことは、6倍入れなきゃいけないってことだね。6倍。これ 50g、1枚分の単位だもんね。6倍。牛乳、60g って書いてあるから、6倍、6636、360g。牛乳。360。ね。360g だね。嘘でしょ、本当に？本当？こんなに入れる？あ、ちょっとはみ出ちゃった。あ、ちょっと 5g 多くなっちゃったな。ちょっとね。あ、まだな。オッケー！ぴったり360。オッケー。ぴったりぴったり。で、これを入れてあげればいいのかな？で、オリーブオイルを、5g だから6倍、5、6、30g だね。オリーブオイル 30g。さらにね。あ、ちょっとはみ出ちゃった。あ、足りない。あれ？あ、ギリいいかな、31でね。で、30g を入れますと、ドーンとね。ちょうどいいの。グラム、グラム。全部グラム単位になってる。それで何、混ぜ混ぜすればいいのかな？オリーブオイル、まず。で、これを混ぜると。卵はいらないのかな？ホットケーキって、卵入れなかったっけ？でも、これには書かないって書いてある。あ、書かないじゃない。入れないって書いてある。書いてないよ。入れるなんて。元から入ってんじゃないかな。書いてないなら入れなくていいよね。そうだよね。でも卵は入ってなくて絵描けんのかな、ぶっちゃけ。そこだよね。あ、これ何？アレルギー用なんだ、これは。あ、そっか、卵アレルギーで食べれない人もいるんだね、中にはね。ホットケーキが。その人用のホットケーキなんだ。リスナーさんは多分気使ってくれたんだろうね、多分ね。送るときに、奈々ちゃんね、アレルギー出ちゃうかも、つってね、いいやつを選んでくれたんだね。ありがとう。ね。優しいね。ほんと。
山立機は使いません。絶対に使えません。絶対に。なんでって？わかんない。今日はそういうこだわりなの。今日はこれでやりたい気分。気分屋さんなんで、このスプーンでやりたいね。気分的な問題だよね。ADHD じゃないよ、私は。でもこのスプーンでも全然混ぜれるけどね。いや、食べ物捨てる配信とかだったらみんな、あ、美味しい。もう砂糖とか入って甘っ。めっちゃうま。ちょっとなんか出汁が入ってんね。和風なんだけど味が。でんぷんが入ってる。てんさい糖っていうのが入ってるんだね。てんさい糖。白米粉、てんさい糖、バレイショでんぷん、発芽玄米。で、あと食塩、ベーキングパウダー、でんぷんだね。うん。そう、でんぷん、でんぷん。すごいね、優しそうな味わいだよね。おいしょ。誰か芸能人もそのまま食べるの好きで、いや、ほんとはダメなんだよ。ほんとはお腹壊しちゃうからね、生で食べたらね。焼いた方がいいけど。早くしろって何？今結構急いでんだけどね、これでもね。ん？ごめんなさい。あらあらあら。あら、心の声が聞こえちゃったかな？ね、大したね。大したね。大した生活もしてないくせにね。自分のね、みすぼらしいね、心もね、私にぶつけてくんじゃねえよ、なる。ちょっと、どうも。で、これもういいかな？こんな感じでいい。で、これでボトルに入れんのかな？これに。あ、やだ、ちょっと、はみ出ちゃった。お汁が。こういうのちょっと気持ち悪いんで、ちょっと待ってね。タオル持ってこよう。これがちょっとやだね、このはみ出が。これがね。ボトルは洗わなくていいんじゃないかな、だって。これシールは剥がしとくけどね、これ。ああ、いいね、剥がしやすいシールだ、これ。たまーにこういうのさ、剥がしにくいやつあるね。さすがアマゾンさんですね。1枚だけかい？剥がせられんのは。あー、一番ムカつくやつ、これ。1枚目はあれだよ。すぐめくれるやつなんで、これ2枚目、3枚目はあれだね。めくれないやつ。あ、これは結構いけるかな。いけるね。あ
まあいいや、使い捨てだから。だからこの中にだからホットケーキミックスを入れるんですよね。これもうまーくね。待ってね、上からタラーンと垂らした方がいいよね。ちょっと練習練習。あ、こういう感じでね、こういう感じでね、こう定めて、この距離でね、この距離にね、こうやってポポポポって入れていけば OK だよね。ちょっと待ってね、難しいな。せーのでいく、せーので。せーのでいくよ。せーの。あ、いいよ、いいよ、いいよ。入ってる、入ってる。オッケー。ちょっとこぼれちゃったけどね。こういう感じで入れていけばいいんだね。いくよ、もう一回。せーの。オッケー。で、もう一度ね。あー、ちょっと雑になってきたな。あー、ちょ、集中力がね。集中力が途切れてきたよ。手がめっちゃ震える。すんげえ手が震えんだけど。パンパンに入れると出にくい。ちょっと待ってね。いや、ちょっとあれだね、ちょっと隙間を開けてあげた方がいいのかな。ちょっとね、じゃあ隙間を。あら、なんかやらしいね、これ。ジョボンって出る、なんか塊が。で、こんぐらいだね。こんぐらいで OK？ ちょっと洗ってくるね、タオル。で、今、ボトルに、詰め終わりました。ね。私のお顔を見えなくてね、ここに集中してね、今日かね。散々さっきまでお顔見えてたな。
よし。チョコはね、ちょっとね、ちょっと待ってね、お試しでやってみるね、今ね。さて、何を書きますか、まずは。ちょっと素材を、アンパンマンとか書きやすいよね、多分ね。アンパンマン。丸だしね。おっぱい。ヤミーとか難しいし、いきなり。じゃこちらのホットプレートを使いまーす。これね。このお一人様用ホットプレートね。ハートはちょっと難しいんじゃないかな。ちょっと待って、なんかバランスが悪いな、これ。ちょっと待ってね、棒を変える。ダメだ、これ。こうなっちゃう。これだと大丈夫かな。あ、大丈夫、大丈夫。安定するね。Okay. カビって何？何カビって？あ、白いのカビじゃないよ。これでアルコール 99.9% でこちら、ね、今手に入んないユニチャームのシルコット99.9% 除菌タオルでね。で、コロナ対策にもバッチグー。こちらを使わせていただきますね。今こちらお値段がなんと1700円になってます。手に入らないと。これで拭けばコロナ対策も OK。うわ！なんか黄ばみが、すごいね。で、作り方を説明すると、あ、これを切んなきゃいけないのかな、先っちょ。ちょっとこれ難しそうね。これまだ切れてないもんね。かなり細く切んなきゃダメだね。あんまり切りすぎてもダメだしね。斜め切りにする？斜めに切ってく？斜めね。あれ、どこだ？誰？はい。もしもーし。あ、こんにちは。こんにちは。ももさん。ももです。あ、展示場見ました。はい。うん。いくつですか？うん、35です。35歳。どこに住んでんの？うん、平塚？会える？うん。どこにいる？川崎です。あ、川崎結構距離あるんだね。そんなにはないんじゃない？本当に？ 1 時間ぐらいじゃない？そうかな。車は？これ持ってるけど。うん。何今家にいんの？お家で今ホットケーキ焼いてるんです。ん？本当に。駐車場あんの？そっち。ああ、一応止められるとこありますよ。顔の写真送ってもらいたいな。何で？ん？メール。これは iPhone ですか？そう、Android。
みたいなね。もう iPhone じゃない時点ダメだよね。平塚らがまあ40分、50分じゃない。で、これを切るの、斜めに切るのね。ちょっと待ってね。難しいな。細く切ってあげた方がいいかな。OK! こんぐらいでいいかな。ちょっとお試しで出してみる。あ、全然出てこない。え、もうちょいかな。あー、出てきた出てきた出てきた。あやな。いいねいいね、いいタッチ。オッケー、こんぐらいだね。オッケー、ナイスタッチね。で、ここにどうしよう、最初何する。アンパンマンでいいかな。アンパンマン、アンパンマンのちょっと画像を調べてみるね、今ね。ちょっとここに出しながら、多分反転しなきゃいけないんだよね。で、線は先に描いて、あと、輪郭は塗りつぶしていく感じね。まあ、ちょっと見ればわかると思うけど、アンパンマンね。画像。これをちょっと、これかわいいね。これだったらわかりやすいよね。なんかこの線のとこを最初に描けばいいんだよね。この目のとこ、この眉毛とね、眉毛と目と鼻の輪郭で、この線のとこを先に描くと。ちょっと待ってね。じゃあ温度入れちゃいます、ホットプレート。で、慣れてくるとこの影とかも入れられるようになるね。この色とかもね。よーし、やってみるよー。温度は入れないでやるの、最初。ちょ、待って待って、温度入れないの？温度入れないで、変えてから温度を入れてくるのね。オッケーオッケー。じゃあ行こう。アンパンマンはね、対照的だからね。左右対称だから描きやすいよね、多分。まず目を変えてあげればね。目を。あ、やばい、温度入ってた。間違えちゃった。ちょっと待ってね、冷まそっかね。こういう時は 99.9% こうね。これで冷やしてあげて。熱も吸い取ってくれんね、これね、こうやってやるとね。なんだろう、なんだろう、なんだろう、これ、なんか煙が出てきた。何これ。油は引かなくて大丈夫だよね、多分ね。これね、熱を冷ましてあげて。なんだろうね。
ッケー、だいぶ冷めたね。これ何、油を塗るの、それとも塗らないの。あ、塗らないね。だこれだとちょっとでかすぎるからね。これの丸だったらでかいから、ちょっとちっちゃいアンパンマンを作ろう。今日はあの量を作るんでね。アンパンマン自体ちっちゃくしようよ。ね。こんなアンパンマンだってでかいじゃん。なになに、なになに、パンケーキは油を引くとまだらになる。なになに、どっち引かない、いらない、引くなし、いらん、オッケー。じゃあ行くよ。アンパンマン、ちっちゃいアンパン、まず目を描く、目をね。見えるかなこれ、みんな手元見える、見えてる、オッケーオッケー。まずは、こうだよね。目。ロケ。いや、もう下手じゃないよ。で、また目を変えてあげてね、こうね。ぐるりんぐるりんと。ほら、いいっしょ。で、眉毛。眉毛は、この辺かな、この辺りからふわーっとね。こういう感じだ。こういうね。ちょっと太眉になっちゃうけどね。で、鼻。鼻は結構目のとこギリギリだね。で、まん丸だね、お鼻はね。こう感じ。で、ちょっとやっぱこれ斜めじゃない、斜め、やりづれえな。ちょっとやりづらいよね。もうちょっと細くね。で、このなんつーの？ここにくっつくんだね、ほっぺたがね。こうね。こういう感じだ。それで口もくっつくんだね。こう。じゃ、今ね、斜めから見てるからおかしな感じよ。それで、丸だね。丸で顔を描いてあげると。なんだこれ。これさ、逆向きからさ、やった方がいいかな。こういう風に。こうの方がみんな見やすいんじゃない？で、もうここで温度を入れてあげんだね。さっきのでいい？こっちで？こっちの方がいい？鼻のテカリはね、ちょっと待って、強火でいくよ。じゃあ強火で。お茶ばっかりやった！強火でいきまーす。210度で焼いていきまーす。ちょっとこの辺ダメだね。この辺が。ついてないね。やべ、めっちゃ手震えるこれ。あ、お茶ばくちびとありがとう。よしよし、かわいいかわいい。で、ちょっと しばらくね、弱火ね、弱火。はい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 、わかりましたわかりました。
ちょっとお待ちくださいね、焼けるまで。焼き色がついたら、止めればいいのね。オッケー。あ、でももうなんか焼けてる。あ、焼けてる。焼けてる、焼けてる。お花塗りつぶした方がいい。でもこれ最後に塗りつぶすんだよ。結局。最後にビヤーっつって塗りつぶして、ひっくり返すの。で、まだひっくり返さなきゃわかんないじゃん、だから。今この線の段階じゃうまいも下手もわかんないでしょ？何を言ってんの、本当に。鼻は塗りつぶして焦がしたら、ほんとに？ここ？いや、ちょっと隙間を開けとけばいいの？あ、焦げてきた、焦げてきた、焦げてきた！焦げてきたよ、ほら。焦げてきた。色が変わってきたよ。なおみちゃんありがとう。かわいい、かわいい。もう塗りつぶしていいのね。じゃあ行きまーす。これ火止めて塗りつぶすの？火止めんの？早く早くだって。おしおしおし。固まっちゃってる。ちょっと出ない。ちょっと待って、出てこない。どうしよう。ちょっと待って、お玉でじゃあでいいの？お玉ね。ちょっと待って待って待って、お玉でじゃあね、お玉でじゃあね。 OKOKOK。これも固まっちゃってる、こっちも。待ってる、お玉でじゃあね。はいはい。お玉でじゃあね。はいはいはい。お玉でじゃあね。はい、オッケー。お玉でジャーしました。はい、こすうぜ。なに、分厚い。いや、分厚い方がふっくら感でいいんじゃないの。ヘラヘラあるよ、ヘラ。もうひっくり返すの、これ。いつひっくり返すの、これ。ちょっと今電源切っちゃった。まだだって、まだだって。プツプツしてきたらひっくり返すね。オッケーオッケーオッケー。さあどうなるだろう。これでアンパンマンできてんのかな、本当に。いや、焦げた方がいいんだよ。焦げたらだって絵になるじゃん。焦がす方がいいんだよ、逆にね。焦げすぎは良くないと。まあでもみんなに分かりやすいのは、焦がした方が分かりやすいよね、ぶっちゃけね。ね？顔が分かりやすいって言ったのね。
いや最初はアンパンマンでどんどん難易度を上げていけばいいんでしょ。あ、でももういい感じかな。あ、全然だ。全然だわ。待ち遠しいね。ていうか火がついてなかった、ごめん。全然火がついてなかった。余熱でやってたわ。今140度。140度。ちで今ね、見せるためにそうね、かぶせ物はしないの、わざとね。で、手際悪くて、だってこれを早くできることはできないでしょ。これは焦らずゆっくりタイプでしょ、このホットケーキなんて。ほんとに悪くないしよ。初めてやんだから。だってさ、そんなこと言われたら、もういい感じじゃない？これひっくり返せんじゃない？いくよ、いくよ、いい？いいっすか？ひっくり返すよ。あ、ちゃんと入ってるかな？おしよし。だ、こうやればいいんだよね。こうやればいいんだよね。こうひっくり返せばいいんでしょ。せー、いくよ！僕、アンパンマン！できてんじゃん。ちょっと焦げちゃったね、焦げちゃったね。ねえ。だから生地をもっと薄めに やった方がいいんだよね。弱火でゆっくりで生地を薄くしてあげて、こっちをやっぱり焦がした方がいいんだよ、もっとね。チョコも一応あるよ、チョコソースも。まあ初回としてはいいんじゃない、アンパンマン。じゃあ次何作る？ちょっとアンパンマン終了ということでね。お次何作ってみる？コメントで拾ってくね。ちょっと難易度上げるかい？あ、キティちゃんいいじゃん、キティちゃん。ちょっと難易度上がるよ、キティちゃん。リボンついてるね。キティちゃん行きましょう、じゃあ次。キティ、テ、ティ、イ、ハローキティね。ちょっとハローキティは難しそうだね。リボンがあるからね。これだね。ハローキティはちょっと難易度高いんじゃないかい？アンパンマンはほら丸の形だから楽なんで、でもキティちゃんはこういう形だからね。これ。で、この形にパンケーキが上がるってことだよね。塗りつぶせばね。じゃあ、アンパンマンはこれで多分もう焼き上がってんね。OK だね。アンパンマン完了。よし。で、また温度下げまーす。アンパンマン。どうだろう。かわいいっしょ。じゃあ次、キティちゃん行きましょう、キティちゃん。99.9% でまた含んでね。これね。もうカスみたいのね。
暑い、暑っ。で、キティちゃん目が離れてて、あと線だよね、周りの線だよね、この輪郭だよね。結構むずいんじゃないのこれ。キティちゃんぐーんとレベルが上がるね。ちょっとだから、これを線を太くしようかな。ちょっとこれ詰まっちゃってんでね。固まっちゃって。黒い線を先に描けばいいんだよね。OK？ あ、リボンね、リボン。リボンから先に描く？ちょっと待って、これ出んのかな？あ、出るね。逆だからこうかな？リボンでしょ、リボン。え、ちょっと待って、こっちからこう変えた方がいいのかな？みんなから見るとそうだよね。リボンでしょ？あ、やだ。こう感じだよね。やばい、手がめっちゃ震える。おーい。絵心がないじゃなくて難しいんだよ。あと目だね、目だね。目。熱い！と、お花。と、あと、このヒゲみたいなのだね、ヒゲ。ヒゲ3本。で、下も描く？下も。下も描く？せっかくだから下も行くか。で、なんか丸いポチみたいなのがある。なんだろう、これ。で、尻尾みたいの？どう？上手じゃね？さすがデザイン学校でしょ。で、火を入れてきます。またね。どうよ。むかつくけどうまい。初めてにしてはうまいっしょ？ちょっと待ってね、ここがダメだね、ここがね。で、また、ここ、この、なんつう、中を埋めていく感じね。中国版キティとか。中国版キティ。で、こないだね、なんだっけ、あれ失敗しちゃったんだよ、なんだっけ。こないだはなんかさ、なんか作ったじゃん。忘れちゃった、なんだっけ。あれはもう大失敗だったんだよね。あ、ワンワンクッキーってやつね。ワンワンメレンゲクッキーってやつは失敗だったんだよ。これはもう塗っていいかな？もう固まってんね。火入れてる、火入れてる。140度ぐらい。まだね、まだね。まだ焦がす？結構焦がす？結構焦がす？まだまだね。もっと焦がすね。いや、これは多分私初めてだと思うよ、これ。配信でやったの。
今日は初の試み。生地を少し緩めにしたな。あーでもそうだね、牛乳、オリーブオイルをもうちょい入れてみようかな。でもまあ今んとこ出てるね、ちゃんとピューってね。入り口がやっぱこの、あ、焦げてきた焦げてきた、ほら焦げてる、色が変わってきたよ、ほら。もう入れていい？よし、入れようじゃん。いくよ。うわーし、いい感じ、いい感じ。オッケー、オッケー。温度を下げてる。今140度だよ、140度。ヒゲはそのまんまでいいんじゃない？ヒゲはそのまんま。ヒゲはそのまんまで残した方がいいよね。140度。まあ、保温でいいかな、保温で。140度と保温の間ぐらい。さあどうでしょう、キティちゃん、ちょっと楽しみだね。もうひっくり返してもいいんじゃない？ぶね、多分。あ、ヨギマンありがたい、わっしゃい。もういけんじゃん。あ、いけるいける、いけるよ、いくよいくよ、キティちゃん、せーの、うわー、すげえ、キティちゃんだ。こりゃ大成功じゃないかい？ほら、こりゃいいじゃん。こりゃやばいよね。ちょっとデブだけど。もうちょい顔をでかくした方が良かったかな。バランスね。顔が、ちょっと体がでかいよね。中国バンド。おひげが一本どっか行っちゃったね。じゃあお次何にする？今キティちゃんができました。次。お次は何にしますか？もうじゃんじゃん行くよ、じゃんじゃん。ピカチュウ。ピカチュウ行くか。ピカチュウでもちょっと難しそうだよね。ピカチュウ、ミッキー。ピカチュウ行くか。ピカチュウ。ピカチュウ何？全体か。これはピカチュウちょっとむずいんだよ。レベル高えな。